職質受けてる、おいでおいでと。君たちどこの高校、どこの中学生、君たち自転車の防犯登録してるかな、そんな感じなんでしょうかね。よっ、何か渡してるよ、パンフみたいなの。今日も安全を見守ってくれている岐阜県警さん、ありがとうございます。まあ納得は全くできないですね。なんかクラクション鳴ったけどクラクション鳴らしてどけって言ってカツ屋に入っていきましたよ。まあ普通に止まっててくださいよ、クラクション鳴らさずにね。普通にどけっていうクラクションですよね、あれ今の。はい、黄色になるよ。はい、黄色。うわー。はい、黄色になるよ。はい、黄色。うわ。うわー、赤で突破していくポルシェ。怖い怖い。いやー、もう前しか見てなかったよ、今の方。怖っ。もう信号を突破する時の運転手の気持ち。いけるー、おりゃーっていう感じじゃないですか。周り見てないんですよね。いやー怖いっすね。で、先の信号で止まってるだけですよ。なんだろうなー、この滑稽さ。もう伝えていかないとダメですね。本当に危ないリスク背負っただけっていうね。で、このままここの信号が青になっていくとあそこについちゃうんですよね。信号無視の意味が全くないっていうね。危険なだけだったっていう。いやー、私には理解できないですね。歩行者もう赤でしたから、もう普通に黄色に なるなと。じゃあ青でも安全にブレーキかけながら通行しないと危ないなってなると思うんですよ。いやー、それできないって免許を持ってるのかなって思いますけどね。いや、ほんと皆さん信号を気をつけて、安全に。